はい、8月号の外国人クラスですね、漢字課題になります。まあこんな形で半紙を上に乗っけて、まあ、トレースする形、しっかり打ち込んで払います。つま先立って厚くあえて綺麗に押し出します。打ち込みます。しっかり組みます。して止まります。後円ですね。しっかりまっすぐ圧を加えていって、止まったところがスタートポイントになります。そしてまっすぐ収筆をきれいに整えて、中しっかり描いていきます。横しっかり横ですね。縦太く、横少し細くして縦太くが基本形になります。でまっすぐ描いて、はい、後円ですね。こんな形になります。はい、続いて9課題ですね。9課題注意点ですね。転接、いつも言うように細く切って、ここがしっかり太くなります。こういうところですね。細く切って太くなります。転接ですね。すべて圧度加えていって、角をしっかり作っていくと綺麗にできます。圧度を加えていって、止まったところがスタートポイントになるという意識で転接作るようにしてみてください。あと右払いですね、ちっちゃくつま先立って圧加えて押し出します。つま先立って圧加えて押し出します。つま先立って圧加えて押し出します。まあ、転接と右払い気をつけて練習してください。はい、続いて段課題になります。段課題ですね。墨を最初はたっぷり潤沢につけてもらって、少し白い部分を減らすイメージで、お手本よりも小さくなっても構わないですね。でしっかり立ち上げて当たります。しっかり立ち上げて打ち込む感じですね。で受けてきて、横横書いて、縦書いて、狭く広く、広く狭くでもいいんで、ここは広く狭くしてますね。均等割りにならないように気をつけてみてください。で、あらずですね、風、これも近くで広くしてみました。ここを開けると、でこちらの文字はこういった感じでね、少し活筆が出るように、どうすると活筆が出るかというと、逆に入れて筆を速く運筆すると、かすれやすくなります。これも筆管の角度を少し変えながら勢いよくですね、まあ、こんな感じでやってみてください。はい、続いて雁と商業の帖になりますが、まあ、長い線の書き方ですね。受けてきて、軽く吊り上げて、また圧加えて、最後きれいに立ち上がっていきます。穂先がね、この部分とかこの部分ですね、軽く沿って受けてきて、ここで筆がまた立ち上がって、違う面を使って、うん、そうですね、引きでついてきて、最後筆の違う面を使います。これもそうですね。で釣り上げて、最後押します。立ち上げます。返して、真上に、まあ今回はね、この羽の部分ですね、しっかり勉強するようにしてください。